お前らさ、全員よくよく考えてみ。俺とリアルで会って、生きてんのなんかほぼいねえから。ああ。ああ。あ、もうゲーム前、もういいから。うん。そのトムスも今では、そのボロクソ言われてるぞ。そうだね。もう付き合いないからね。うん。よっさん酒場行った後感動した。よしゆきはね、だから、俺は別に嫌いじゃないんだよ。だから、あの、リアルで会った時も、ちゃんまんさん、俺放送で、ディスってすいませんって言うから、いいや、好きにディスれよって俺言ってるから。お、じゃあ明日ヨシユキとコラボしちゃおうかな。ちょっと風船おじさん、ヨシユキに言ってみ。ちゃんまんが明日腰上げてくれるぜって。マジで。いやー、ヨシユキが嫌だなんて絶対言わねえから。ああ。それはちょっと試して言ってみ。俺は別にいいよ、ヨシユキとだったら。あいつは可愛いから。ああ。いや、ディスりはもう全然いくらディスったっていいよってもう俺前もって言ってあるから。お前のスタイルなんだから。俺は怒ったりしないよ。まあ、だから、よっさんが別に俺とコラボしたくねえって言うんだったら、まあ、そっかって。しゃあねえなって言うだけ。うん。だから、そのチンデレは、それも分かって、俺、森にはリアルで会った時も、すいませんって言われたから、いいよ、いくらでもバンバンディスっていいからって。俺、カッカカッカしてねえから。な。まあ、明日大阪来んのか。予算いくら？いや、一銭もいらないよ。逆に。うん。うん。俺、ヨシユキの携帯番号も知らねえんだよな。連絡も取りようがねえからさ。うん。今、分かりゃよ、俺ちょっとおめえ、ヨシユキおめえ明日大阪来んのかとか聞いてみたかったんだけどね。うん。もうわかんねえな、俺。森を、あ。もしかしたら、ちょっと待てよ。森吉行き入ってるかもしんねえ、俺の携帯に。人間登録してっから。まだな行だな。何ぬねのハヒフヘホ。よっさまよ、もうだからよ。
まあ、ミームーム、お、来た来たよ。あ、ちょっと待って。混ぜ寄るがな、もう入ってんじゃん、俺に。うん。後でかけてみようか。混ぜよう、つって。ミヤビも入ってんだろ？まあ、ミム。あ。これわかった。やゆうよのようだ。もっとしたら、ヨシユキは。ヨシユキで俺入れてるから。ああ。横山みどりがなんでこんなとこに入ってんのかな。あ、あった。これかけてみっか。なあ。あれ？あいつ番号変えてんべ。かけれねえよ。この野郎。俺別に直進拒否してないよ。うん。ああ。いや、今かけようと思ったんだけど、よっさんっていう、かけれねえな、これ。残念。アウティです。うん。なったら出るけどね。うん、残念だったね、みんなね。マサさんにかけてみようか。あのおじさんに。お前さん、なんか俺のことなんか言ってるらしいじゃねえかよ、香川の店でよ。あいつよ、3個携帯持ってっから、どの携帯今、まあでも大体どこまで出るだろう。うん。早く出ろよ。え、もしもし。おい、お久しぶり。あ、これチャンマンの声やな、これ。誰が出てんだよ。誰が出てるよ。番号これだって登録ないもん。あ、そう、そう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 。俺よ。うん。はい、わかるわかるよ。チャンマンやろ。そうよ。うん、どうした、ちゃんま。何よ、香川の店でライブ、佐野解説してたみてえじゃん。あれよ、あれあれ。協力金の話だろ？そう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 。あれはよ、俺、アンチにだいぶよ、強烈に突っ込まれて。うん。今もちゃんま入っとろ？入ってねえよ。なんで入ってない？だって香川と同じ日にやったやろ。そうだよ。だけど、俺の方は、うん、アンチがバン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 、役所に言って。言うても、あれやろ、出さん理由がなかろ。まあ、そうなんだけどな。普通にしたら入る。だってよ、考えてみな、マルさん。え？
マジさんよ、うん、入ったら、俺だったら入ったって言う人間なのは、うん、マジさんが一番よくわかってんじゃん。いやー、あの時だったら言わんやろ。あの時は言わんだろ。いや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 、あの時。俺は言わんと見たんよ。ああ、そっか。そう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 。だから言わんと、うん、今までネタで引っ張るつもりなんやなと俺は思う。いや、知ってんじゃんよ、マゼさん。いやー、どうやろうなー。俺は帰って、パーンぐらいで、アンチ遊ぶつもりでやるかもしれないいう予測は立てたん、俺は。逆だよ。アンチにギャフンって言わせる方の振りで、俺は行くよね。なるほどな。うん。まだ入ってない。うん。ほんで、ね、処理の追加とかいう話は。そうそうそう、それ今やってるところだから。ああ。ちょっと待って、マザさん。繋いでおいていい？はいはいはい。ちょっとお借り取ってみるから。で、配信やってんやろ、ちょっとこれ。ああ、そうだよ。ああ。何を最近カバーにばっかりべったりしててさ。いやいや、そういうわけでもないんやけどね。いや、気持ち焼いちゃうよ、俺も。おっちゃんよ、いいけどよ、別によ。マジさん、マジさんでいろいろ考えあってのことだから。まあまあ、いろいろね。俺はほら、世話になったのもあるからよ。まあ、いろいろあったよね。お店はどうなったん、結局。もうダメなんだ。いっぱいで解約。ああ。だからもう廃業届も税務署に出して、うん。って感じかな。ああ。しゃあねえよそれ。でもね、でもね、うん、まあそこは俺は今年のもう1月ぐらいから。その不動産屋から言われてたから。まあなるほどな。で間に、うん、あの弁護士入れられて、うん、もうオーナーの方にもアンチが嫌がらせしてるから。もうあれやろ、もうオーナーが聞いたらとったやろ。もうギブもしいないよな。うん。ああ、もう、俺はダメなんだなぁと思って。ああ。うん。ああ、残念やな、もったいない話やな。だけど、まあ、しゃあねえよ、もう。なあ、翔太さん、あそこまでしてくれたもんな、もったいない話や、本当に。まあ、でもね、うん、まあ、翔太さんにも俺は、連絡も取ってねえからさ。だって結局2件飛んだわけじゃん。うん。バーの。そうやな、まあ、バーの方はあれやろ、ゲルギが切ったんやろ。うん、正蔵さんとは連絡取れなかったっていうのは聞いたよ。まあ、あとは好きに勝手にやれっていうのは感じじゃない。詰めてやったんやな。うん。と思うよ。俺は分かんないけど。だから、マゼさんと俺らで行ったじゃんかよ。引き上げに。ん？引き上げにバーの方行ったじゃねえか、一回。ああ、行ったな。うん、行った行った。荷物を取りにな。うん。うんうんうん、行った行った。ある程度はね、うん、半分ぐらいは、あの時はね、まあ、もったいない話やわ、あのお店はな。でも、マジさんね。うん。もう、あそこじゃ商売はできねえよ。まあ、あそこまでなったらな。いや、あそこまでなったらじゃなくて、うん。やっぱりね、一回じゃねえと商売は勝負できねえ。いや、でも、まあ、ジャンマンの場合はな、一般のお客さん来るこんからな、基本。そんなこと言うなよ。わかんねえよ。一般の、一回でやれや一般のお客さんだって来るかもしんねえじゃねえかよ。だって、ちゃんま店開けんもん。よく言えよ。ま、
じゃあまあ店開けんも1階でやろうが3階でやろうが2階でやろうが、じゃあまあ店開けんも、お客さんは店開くの待ってから来るのは配信者のもうリスナーしか来ないよ。いや、いやいやいや、それ、バゼさんね。やってんのよ、最近。まあまあ、丸くはなったと思うけど。頑張って、なんか、だから、まあまあ、だから、11月、かるけどね、11月、12月、やめれや、もう、ほんとよ。いや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 。いや、それは、それは、まあ違うと思うけど。違わねえよ、全部そうじゃねえかよ。ゾロ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 来やがる。配信者のね、あたりの人間のって、あれやから、うん。まあね、まあお客さんにやられたような感じやろうと思うけどね、まあ。うん、そうよ、俺が。一本で行く。いやいやいや。俺は次は作ってくれるの待ってるだけだから。いやいやもうやられんぞと、うん、また今度はまたそこのオーナーに行くぞと、うん、だからチャンマンは店はやれないっていうのは俺頭の中分かってんだよ。いや、やればな。だって、マゼさんだって、バカじゃねえから、うん、俺が店開ければ、客は来るのは分かってるはずなんだよ。開ければね。うん。うん、例えば、バーでもいいわけよ。バーでもいいわけよ。ただ、そこに俺が一人立ってるだけでもいいわけよ。うん、まあね、でも、やっぱ、あまりにもひどかったらな。どうしてもな、無理になってくるしな。うん。うん。じゃあ、まずさん、一応300万ぐらいは用意しといてください。あ、それと、なんか KW の話で食いちごとる話みたいなのがあるらしいけど、今。何よ。あれ、ちゃんま話違うで。何がよ。一番最初に、ちゃんま思い出してよ。うん。一番最初に、あの、最初に借りる資金は俺出すから、家賃は自分で払うよ、言うて借りたんで、あれ。一番最初。そうだっけ？そうよ。ほんだら、チャンマンが最初の1ヶ月だけは入れたんよ。うん。で、次の、次になってきたチャンマン入れてよって言ったら、うん、わかったわかったってなんぼし入れんから、うん。しょうがないし、俺が1回入れたら、もうそのままずるずるいったんよ。あ、それバックレパターンね、俺のね。そうよ。だって、そのまま、ちゃんまそれ払ってくれないかのでって言ったら店をそのバタ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 開けるや開けんやなったから、よくさ、よくマゼさんも3年もさ俺の家賃さ払ったね。でも払わないしゃあないから払ったんや。あれは俺はそうだよ、そら面倒見るっつったんだから。だって名義こっちになっとるから。それは俺の名義じゃねえもん。あれもそうよ、最初チャンマンの名義で借りようとしたらチャンマンの名義で通らんかったよ。いいからだよ。そうよ。ああ、ほいで、まあ、俺の名義だと通る言うて、うん、言うたらそれで通ったよ、うん。ほんでチャンマンに俺はその時にこの金額でチャンマンやっていけるんって言ったらなんとかなるって言うから、ほんなら分かったりで借りたん。うん、まあまあでも、あん、まあ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 、そういうさ、詰め方はやめようよ、もう。いやいや、そういう詰め方、それが。わかってるけどよ。だけど、シャーマンが、あの、俺の悪口をいっぱい言うたびにこっち。いやいや、あんまり俺はそんな悪口は言ってねえのよ。ね。まあ言うとは知っとるけど、俺は、ちゃんまに言うてあるからね。別に俺の悪口は言うても構わん言うとるから。いや、まあ、お互い様だからさ。うん、まあ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 、それはもう構わん。もう、それは配信者やからね、ちゃんまんは。俺はリスナーやから別に。まあ、でも、うん、
まあ、俺も言い過ぎてるとこはあるけどさ。だから、あと300万ぐらい用意しといてよ。よりも、今、ちゃんま自身がもう、多分、今、俺が思うに、ちゃんま今、あれだわ、何をやっても多分うまくいかんと思う。具体的に、まずさんが冷静に見て何がダメかな。何がダメかよりも、まあ、やっぱ周りに潰される感があるな。そっか。やっぱリスナーいうかアンチがやっぱ強い。いろいろな手を使うてくる。だから今回の件に関してもお店にしても、まあ店はねもういいんだよ。店にしても結局のところ、やっぱりそのオーナーとか不動産屋さんがやっぱ圧力に負けたんよ。そうよ。だから、だから。だけどそれはもう、何よりチャンマンがいくらどういう風にやろうがな、しょうがそれはアンチはもう。チャーマンを潰したいと思ったら、あの手この手でやってくるから。そうなんだよな。そうなってきたらもうどんなことしても無理よ、やっぱり。じゃあ、俺は、どうやったらいいと思う、マルさん。いや、俺は思うけど、もうアンチを肥やしに生きていくしかないと思う。配信一本で？もうそれしかないよ。いや、俺それ面白くないんだよな。だってさ、夢がないじゃん。そうやな。そうでしょ？だからマジさんもそこなんだよ。俺と多分そこは噛むと思うけど、夢がないのは嫌なんだよ。ただね、だらだら配信だけで食ってくなんていうのは、つまんねえんだよ。まあ、それは分からんことはない。どういうこと？それも分からんことはない。だけど、今、結局、な、まっちゃんまが、多分、夢を語って、夢を実現しようと思ったら、アンチはますます元気になるだけやしな。だから、そこをそういうことじゃなくて、だから、飲食にこだわらなくてもいいかなって思う気もあるわけよ。まあでも、現実は何をしたいんかに。商売でやる、飲食でやるのかっていうのもあるじゃん。まあ、俺はほれ、あの時は飲食を勧めたけどな。店やれやれって言おったけど、やろうとしょったのも知っとったし、それで我慢して、いろいろな客入れて、で、まあ、客が暴れたり、毎日のように店が、警察だとなったりとか、そういうのも、俺も見よったよ、放送は。ひでえから、毎日警察来るんだから。まあ、俺が見た時はもう、これはもうちょっと難しいなっていうのは感じた。KW を去る時の感覚にいとったな。あれはね、結局は俺ね、まずさんね、KW 出てってくれっていうのは、俺のミス。あれはね、だから、結局 KW はもう本当のとこ言うたらね、もう警察に言われたの。出なかった、うちの認定書。だから、マゼさんは、あそこを、自分とこの会社名義にしてたから、そう。だから、これで、アウトなんだなって思ったから。そう、だからお店の時と一緒よ。だ、分かってんのよ、それ。周りから続かれて、ほんだら、やっぱり、俺もやっぱりその結局会社をやっとって、やっぱりその結局、ね、自分一人で回しとるわけじゃないから、やっぱり。そりゃそうだよ、知ってるよ、そんな。俺、全部。それがあるから、やっぱり、そういうふうに世間に叩かれて、やっぱり、何をこう、かばいきれる。いいなって思われたんだなって思って。だからもう、とりあえずもう、これは無理や。だけど、知ってるぜ。マゼさん。マゼさん、知ってるよ。マスターレジデンスの引っ越し資金から、
家賃からマゼさんがゲルゲにフォローしてたのは知ってるよ。ああ、いや、あれはお金は出してないよ。お金出してるよ。出してないよ。嘘つくんじゃねえよ。相談を受けて、公正亜生言うたのは、確かにそれはあった。あの部屋を借りるときにゲルゲさんの名義で借りるのにな。うん。うん。それはあった。それはもう、KW 抜けないかんのもあったし、うん、あの時はもうゲルゲさんしかおらんかったし、その頃ちょうどチャンマン、入っとる時期でなかった。そう。うん。なあ、確か。ほんで、ゲルゲさんがもう、一人で部屋構えなしゃあないような時期だったんや。そう、パクられた時だからな。そう。うん、そういうのがあったしな。だけど、まあ、今俺はほら、ゲルゲとは連絡取ってないし、うん。でも、マゼさんはほら、いつもゲルゲのこと。いや、ほんで、ゲルゲさんからも相談はいろいろと受けたよ。そうだよ。で、そう、受けたよ。ほんで、もうそれはもうお母さんが怒って、うん、これ、この際やから言うけど、うん。お母さんは怒って。俺、いじんないよ。いや、それでもやっぱりその、なんていうの、やっぱり、そら、俺も配信、きっとってわかるけど、あれは言い過ぎなところはあったよ。あ、だから、パクられたわけじゃん。そう、だからよ。だから、あれで終わりなんだよ。もう、エンドなんだよ。もう、お前は、あれで。あれを言うべきではなかったの、ちゃんま。あれは、な、言うべきじゃなかったよ。別れた女の悪口は言うたらいかんのよ。もう、基本はもう、どの女でもそうよ。今まで付き合った女はみんな、そうよ。俺もそうよ。別れた女の悪口は言うのは男はかっこ悪いんよ。いえ、意外とかっこ悪いのがかっこいいのよ。いえ、だけど、それで結局、ちゃんま痛い目くるとる気もう覚えな。いや、わかってるよ。だからもう言わねえじゃん、俺。うん、うん。だから俺は言わないよ。うん。ただ元気にしてりゃいいなと思ってる。だってさ、うん、マゼさんさ、うん、俺、ケロちゃんの悪口なんか一つも言わねえんだべ。もうそれは配信でやっぱ、もともと、配信者ないし、やっぱ配信も出てないし、うん、俺の子供も面倒見てくれたぐらいのことをしてくれたし、うん、うん、まあケロちゃんは俺は、なあ、ちゃんまんが悪いこと言ったことは聞いたこともないから、うん、一切言わね、うん、だからそれはな、思うけど、まあでも、ゲルゲさんにしてもそうやし。うん。やっぱもう、な、やっぱ悪口は言わん方がいい。でもまあ、な、配信者としてチャンマンは悪口言う人やからね、基本は。よく言うわ。いや、それをネタにしとるやないか。だって俺のことも言うて今日は全部聞こえてきよるから、こういうこと言おったよとか。な、混ぜよるがなは、ふざけた野郎だなとか言うよ。もう、それは、酔うのは嫉妬し、どうせ、今日も酔ったんやろ、酔って言って、どうせ流れて電話かけてきたんやろ。いやいや、だから、加賀の店行って、うん、佐野になんか、給付金出てんだろうとか、なんか、いや、それは、解説、って言ったら、出てねえものは出てねえって俺はちゃんと言うの。うん、俺はほら、やるときに、まあ、出とる気に心配ないやろ。それは俺、香川さんに相談したんよ。香川に相談して何すんだよ。あいつが別に俺に何してくれんだよ。いや、言うよりも、その結局、何を、その、まあ、